龍騎伝楠木正成と久子全20話第16話鎌倉幕府滅亡。倒幕派につくことを決めた足利尊氏の軍勢は都の西側から六原を攻めました。南西からは赤松遠心の軍勢が、南からは千草忠明の軍勢が六原勢と壮絶な戦いを始めました。早朝から始まった戦闘は夕方には倒幕派が優勢となり、遠心や尊氏の勝利が確実になっていきます。六原の中にいた鎌倉方は、攻撃側が比較的手薄な都の東側からの脱出を検討し始めました。夜になり、安子が六原の中にいる鎌倉方の武将たちに言っています。え？逃げるって？どこに逃げるのよ。武将が答えます。幸い敵方は東側の攻撃がようございます。帝や公儀門院様には東にお逃げいただいて体制を立て直したいと考えています。東ってどこよ。最終的には鎌倉にお移りいただくことになるかと。鎌倉？そんなところまで我々に行けっていうの？我々がお守りしますので、しばらくの辛抱でございます。いつ行くの？今すぐご出立を。光厳天皇や安子たちは鎌倉方の侍たちに守られて、輿に乗って六原を出ました。夜道を照らしながら進み、日が昇ってからは琵琶湖の南を北に進み、今の滋賀県である近江の国の万馬峠に差し掛かりました。突然鎌倉方の軍勢をはるかに上回る信士たちが現れます。武装では鎌倉方の武将たちが上回りますが、都での戦いと逃避行の疲れで弱っている侍は軽武装の信士たちの攻撃に次々と倒れていきます。光厳帝や安子たちは蓮華寺に逃げ込みましたが、そこにも信士たちが押し寄せてきました。安子は武器を手に迫ってくる信士たちに言いました。貴様たち、我々が誰か分かっているのか。信士の一人が言います。そんなことどうでもいいんだよ。お前が着てる着物や持ち物の方が大事なんだよ。別の男が言いました。やっちまえ。安子に向かって剣が振り上げられます。その時黒い影のようなものが走ったかと思うと、信士たちが次々と倒れました。誰だお前は。あら、知らないの？これでも最近はちょっとは知られるようになったんだけど。信士たちが驚きます。え、その喋り方はもしかして赤松遠心様？遠心が笑います。おお、最後に様がついたわね。すごい。遠心様のご高名はかねがね伺っています。我らの憧れの武将です。そうなの？ちょっと嬉しいわね。今日は鎌倉のやつらを追ってきたんですか？ううん、通りがかっただけ。でもこの人を私がいただいてもいいかしら？どうぞ。遠心様のご命令とあれば我々で逆らう者はいません。遠心は安子を見ました。あんた小疑問員でしょ？安子が言います。お前が赤松遠心か。逃げたいって気持ちはわかるけど、鎌倉方はボロボロだから、これから先に進んだって無理よ。私と一緒に都に戻った方が多分マシ。我らをどうするつもりだ？そんなの私には分かんないし、興味ないのよね。まあ、土台御帝が決めるでしょうけど、仮にも親戚同士なんだから、命まで取るってことはないんじゃない？安子は
遠心の目を見ながら言いました。お前には以前渡したものがあるはずだが、それが役に立ったということか。遠心が笑います。何それ、私記憶力があんまりないから昔のことは覚えてないのよ。安子がうなずきました。それはどうでもいいから、私と黄金をなんとか無事に都に戻してくれるか。遠心はうなずきました。城壁の一部が崩され落城寸前になっていた金剛山の千早城では、楠木正成と弟の正末、大刀の宮らが崩れた部分から城に突入してくる侍たちと激戦を続けていました。ところが突然鎌倉方の攻撃がやみ、兵士たちが一斉に引き上げました。あちこちで撤収という声が上がっています。正成が言います。撤収？どういうことだ。正末も言います。何かあったんですかね。そこに駆け込んできた侍が言いました。正成様、都から早馬で連絡が今届きました。なんと六原が陥落したそうです。何？六原が陥落？足利尊氏が倒幕側につき、赤松遠心殿や千草忠明殿と六原を攻めて攻略したとのことです。正成が声を弾ませます。兄上、それで兵が一斉に引いたんですね。そのようだな。兄上、俺たち勝ったんですね。ああ、勝ったんだ。やった、俺たち勝ったんだ。正末は涙声になります。六原が陥落したとの情報は瞬く間に千早城内を駆け巡り、あちこちで歓声が上がりました。やった、勝った、もう戦わなくても済むぞ、俺たち生き残ったぞ。大刀の宮が走ってきました。正成さん、六原が陥落したと。そうなんです、宮様おめでとうございます。大刀の宮は膝をつき、顔を覆って涙を流しました。みんなよくやってくれた、ありがとう。ひなずるが走ってくるのを見て正末が言います。あ、ひなちゃん。ひなずるは正末の横を通り過ぎて、まっすぐ大刀の宮に駆け寄り、宮に飛びつきました。宮様。ひな。抱き合って涙を流す二人。正末は悔しそうに舌打ちします。チェー、勝手にしろ。続けて久子が走ってきて正成に駆け寄って言いました。お疲れ様でした、おめでとうございます。あなた。正成は久子を抱きしめました。機内での六原陥落とほぼ同時に、東国、今の関東では、新田義貞が群馬県太田市周辺にあたる上野の国新田の庄から鎌倉に向かって出陣しました。新田軍は埼玉県所沢市にある小手差河原で幕府軍と衝突、さらに東京都府中市にある武梅河原で戦います。新田軍と幕府軍は一進一退の戦いを続けますが、そこに機内から六原陥落の情報が届き、一気に新田軍に加勢する侍たちが増え、義貞たちは鎌倉に到達しました。新田軍は鎌倉を何度も攻撃しますが、鎌倉は三方を山に囲まれた天然の要塞、攻めても攻めても撃退されます。鎌倉の近くに設けられた新田軍の陣営に夜が訪れました。義貞は天に輝く満月を見ながら、弟の脇屋義介に言いました。義介、綺麗な満月だな。ええ、戦なんかせずに月をめでながら酒でも飲みたい気分ですね。
よしすけ、満月の日には何が起きるか知ってるか？え、人間が狼になるとか言わないでくださいよ。よしさだが笑います。迷信みたいなことじゃない。満月になると潮の満ち干が大きくなるんだ。満ち干って海のことですか？そうだ、漁師たちはよく知っている。よしさだはそこまで言ってはっと何かに気づいたような顔になりました。よしすけ、鎌倉の西側にある稲村ヶ崎の海を渡って攻められないだろうか？稲村ヶ崎は崖が海に迫って歩いて通るのは無理です。いや、満月なら渡れるかも。今干潮が何時頃になるか、どのくらい潮が引いているか調べてくれるか？はい、すぐに。兄上。義貞が稲村ヶ崎に向かったのは、当時の文献賠償論によると元寇3年5月18日、西暦では1333年6月30日です。海上保安庁が公開している潮汐水産によると、この日の干潮時の潮の高さはこれ以上下がらないとされる0センチよりもさらに低いマイナス6センチでした。ちなみにこの8日前の6月22日だと一番下がった時間帯でもプラス70センチ。義貞はめったにないチャンスを目の前にしていました。義貞は干潮が正午頃であることを確認した上で軍勢を稲村ヶ崎に進めました。義貞は用意した剣を取り出し、太陽と月と海に感謝してから刀を海に投げ入れ勝利を祈りました。義貞と共に海に向かって祈っていた侍たちは、義貞が刀を投げ入れた途端潮がみるみる引いていき、稲村ヶ崎に人が歩ける岸が現れたのに驚きました。おお、我らの祈りが龍神様に通じたぞ。奇跡だ。我々には龍神様がついている。勝てるぞ。義貞は号令をかけました。総員突撃。義貞の軍勢は稲村ヶ崎を通って一気に鎌倉に突入しました。稲村ヶ崎を突破した新田勢は鎌倉の中心部に火を放ち、それを合図に倒幕の軍勢が鎌倉になだれ込みました。元寇3年5月22日、西暦1333年7月4日、北条高時が自害し、鎌倉幕府は滅亡しました。戦場山にいた後醍醐帝は都に向かって出発します。現在の神戸市兵庫区にある福厳寺に到着、赤松遠心が出迎えました。帝は楠木正成を呼び寄せ、正成を先頭に立てて都に凱旋しました。都の人たちは復活した後醍醐帝と鎌倉幕府を倒した英雄楠木正成らを一目見ようと沿道に詰めかけました。しかしこの凱旋の列には大東の宮の姿はありませんでした。倒幕の中心となってきた大東の宮が父後醍醐帝の凱旋に同行しなかったのはなぜなのか。このことは鎌倉幕府倒幕後の大きな悲劇につながっていきます。第16話、鎌倉幕府滅亡終わり。龍騎伝、楠木正成と久子続く。